中央ギリシャはギリシャ中部を指す地域名称であり、またギリシャ共和国の広域自治体であるペリフェリアの一つである。ペリフェリアの主婦はラミア。地理的な地方としての中央ギリシャはペリフェリアとしての中央ギリシャ地方よりも広い範囲を指し、アテネを含むアッティカ地方やイオニア海に面したエトリアイコールアカルナニア県も含んでいる。ステレアエラダ、あるいはカサレブサで。 ステレア・エラスは英語でコンチネンタル・グリースあるいはメインランド・グリースにあたる意味の言葉であり、日本語で大陸・ギリシャやギリシャ・本土などの表記が行われることもある。この場合のギリシャ・本土はペロポネソス半島と対比した表現である。地域名称としては英語のセントラル・グリースにあたるイプシロニュータウロイオタカッパラムダラムダ、デルタアルファー。 ケントリッキー・アラダも用いられることがある。古くは、ローシグマ・ラムダ・ラムダ、チャーソス・エラズとも呼ばれた。また、この地域を指す言葉としては、ルメリがある。ルメリは、本来さらに広い範囲を指す概念であったが、ペロポネソスとの対比で、中央、ギリシャが、ルメリと呼ばれるようになった。地理的地方としての中央ギリシャ現行の行政区画としての中央、ギリシャ地方は、地理的な 中央ギリシャの東側を占める。北はテッサリア地方に、東南はアッティカ地方に、西は西ギリシャ地方に接しており、南に面したコリイント湾を挟んでペロポネソス地方と向き合っている。東はエーゲ海に面し、ギリシャ第二の大きさを持つ島であるエビア島をその領域に含む。面積は15,549平方キロメートル。 人口は60万5329人。1987年まで行政区画としても用いられた地理的な地方としての中央ギリシャはアテネ首都圏を含み、西はイオニア海に至る。面積は24、818.3平方キロメートル。人口は4、591、568人。 1832年に独立した当時のギリシャの国土は地理的な中央ギリシャとペロポネソスおよびいくつかの島からなっていた。ピンドゥス山脈と中央ギリシャの山々ペリフェリアの西部から中部はアルバニア国境付近から続くピンドス山脈が走っており、ギリシャでは最も山地の占める割合の多い地方である。ギリシャ第五位の高さを持つギオナ山のほか。 バルドゥシア山、パルナッソス山、ティムフリストス山、イティ山がある。主要な川には、スペルヒオス川やモルノス川がある。モルノス川のモルノスチョス市は、地域の水がめとなっている。気候は、地中海性気候の内陸部の特徴を示し、乾燥した気候である。1万人以上の都市には、以下がある。中央ギリシャ地方最大の町は、エウボイア島にある、ハルキダである。 ペリフェリアの主府で北部に位置するラミアがこれに次ぐ。中央ギリシャ地方は以下の5つの行政区から構成されている。これらの地区はカリクラティス改革以前は自治体としての県であった。人口は2001年の国勢調査による。中央ギリシャ地方には基礎自治体である市が25ある。ありがとうございます。